皆さんこんにちは、直しです。今日はですね、久しぶり約2年ぶりのゴルフということで、こちら福島、ゴルフクラブ民放コースに、やってまいりました。前回ね、2年前にやったのもここが最後なんで、本当に2年ぶりの、ゴルフとなっております。今日はですね、こちら民放コースの、ゴルフをねお得にできる裏技をご紹介したいと思います。このね、情報ねなかなか知ってる人いないので、ぜひね今回の動画参考に、皆さんもこのゴルフ場を来てみてください。それでは行きましょう。レッツドライ。はい、まずこちらの紹介なんですけども、こちらはですね、福島市内に、あるゴルフ場で、まあ奥にも見えてますね、福島市がこう見えるような、福島市からね10分15分で来れる福島市から一番近いゴルフ場になっております。このアップダウンが結構激しいということで有名なコースとなっておりますが、まあ、これから今の季節はね紅葉も見れて、とても美しいゴルフ場になっております。それで今回ご紹介するのは、こちらのゴルフ場お得にね回るプランなんですけども、こちらのゴルフ場普通に回ると、だいたい平日8000円ぐらい、土日だと1万1000円するんですけども、お得に回るプランとして白棒プランっていうのがあるんですよ。午後から、ハーフラウンドで回るプランで、なんと料金が平日3000円、土日3500円になります。まあね、ハーフでねサクッとね回りたい方、ちょっとゴルフやりたい方はもうこの3500円で回れるプランをね本当お得なんですけども、ゴルフ場によってはね白棒プランあるとこないとこあるかもしれませんが、こちら白棒プランはね日没までできますので、ぜひねご利用してみてください。それで今回ご紹介するのがこの白棒プランをさらにお得に回るやり方です。一応ホームページも書いてあるんですけども、白棒プラン土日だと3500円なんですけども、5枚綴りの券が売ってるんですよ。でそれだと1枚あたり3000円で回れるので、土日もその回数券さえあれば3000円で回ることができます。それでも、1回です1万5000円の5枚綴りの券を買わなきゃいけないんですね。その場合はなかなかねあと何回来るか分かんない方もいると思うんですけれども、そんな方がねなんと1回だけでも土日がね3000円で回れる本当のお得な裏技があるんですよ。今回それを特別にご紹介します。これはですねなかなか知ってる人いないので、本当、この動画見てる方参考にしてもらえたら嬉しいです。でその裏技を使うのはねちょっとここじゃないんですよ。ちょっとある場所に移動するんですけども、このゴルフ場の隣に打ちっぱなしがあるんですよね、ゴルフ練習場が。ちょっと行ってみましょう。まあ歩いてすぐもう1分ぐらいですぐもう見えてきてますね。もう見えてますね、あそこです。あそこのゴルフ練習場があるんですけども、隣に、はい、こちらですね、田沢ゴルフセンターにあります。こちら、じゃじゃーん。こちらね、ゴルフ本当打ちっぱなしのところなんですけども、はい、こちらのゴルフ練習場、田沢ゴルフセンター、なんとね、ここのフロント、まあここの受付で1回の回数券3000円で単品で販売してるんですよ。なので土日でもね直接あっちに行ってしまうと土日3500円かかるんですけども、ちょっとねここに寄って1回の回数券を単品で買って行けば土日も3000円で回れるんですよ。これね本当知ってる人ね全然いないです。ここのゴルフセンターでね、練習してる方ぐらいしか知らない情報なんで、本当にお得な情報です。ということで今回もね、こちらで回数券を買って白棒プラン回っていきたいと思います。ザーゴルフセンター営業時間もね8時から夜8時まで、結構フラットな、ところですね。ここは打つところは砂地というか、セルフ券これになります。これを持ってねあっち行きます。
1、2、3、4。 OK。 ということで今回は民放コースでハーフラウンドを回る白牡プラン、こちらをですね、なんと土日も3000円で回れるお得な裏技をご紹介しました。ぜひね、こちらのゴルフ場素敵な、とてもロケーションのいいところなので、ぜひ白牡プランでね、まずは来てみてください。ということで今回の動画が良かったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画では、僕の2年ぶりのゴルフ紹介していきますんで、ぜひね、そちらのゴルフスコアどんなものだったか楽しみに、そちらもご覧ください。それじゃあまたね、バイバイ。